写真拡大。広島さんの2阪神、8日、マツダスタジアム。広島、長野久義外野手が攻守に活躍。勝利に大きく貢献した。お立ち台ではファンの大歓声を浴びたが、遅くなって申し訳ない気持ちしかないと、まずは謝罪。すごく大きな声援をいただき、感謝していますと頭を下げた。攻守で存在感を示した。まずは守備で見せた。0-0の3回、先頭の木浪が放った左翼線へ切れていくライナーをスライディングキャッチ。一歩目も素早く、最後は倒れ込みながらもボールを離さず、マウンドのジョンソンも帽子を取って感謝の思いを示す大きなプレーとなった。直後の攻撃では4番の仕事。3回西四満塁でしぶとく三遊間を破り、先制の2点的自打を放った。西から繋いでくれて、僕もまっちゃん松山に繋ごうと、いいところに転がってくれた。5試合連続安打となる一打で流れを引き寄せた。夏場を過ぎて調子も上昇。9月は26打数9安打、打率346と本来の力を発揮し始めた。今後の戦いに向け、チームが勝てるように全力でやっています。また頑張ります。と力を込めた。